皆さん、おはようございます。ダーの脈ボーイ、キングテクです。今日は道路にある身近なもの。信号機、まあいろいろあるけど、補助信号、そして普通の信号もありますが、あとはまあ、目隠しは安全のためでもございます。はい。感応式信号とか、あ、まあ特別な変わり方は、まあ、自作式信号、まあ人や車以外の信号もございます。押しボタン式、歩行者用信号。ありますね。夜だけ押しボタン式になることも、信号の変わる順番も青、黄色、赤になりますね。はい。ドアの標識は前の動画にもあるので、ここはカットします。歩道はまあ、ないときはまあ、外を歩くんです。はい。点字ブロックもあるので、ここは気をつけてください。横断歩道、まあ、あとは歩道橋。これ便利ですね。道を区切るもの、ガードレール、とても丈夫なもの、街路樹、防止策、いろいろあります。あとは踏切にも気をつけてほしい。あとはその他、路上駐車場、消火栓、カーブミラー。あと、川や海渡る橋も。まあ、橋ちょっと紹介します。横浜ベイブリッジ、東京ゲートブリッジ、明石海峡大橋、五色桜大橋、琴戸橋、レインボーブリッジ、勝どき橋、あと、稼働橋とか、三座と沈下橋、神津屋橋。海外では、まあ、暗いゲラヒ橋、サンタンジェロ橋、ポンデュガール、タワーブリッジ、ウェキオ橋。あとは、陸橋ですね、陸橋。オートパスとか、高架橋、ありますね、はい。トンネル、まあ、アンダーパスですね。トンネルの安全策は、まあ、情報を確認するのはもちろん、あとはまあ、ランプをつけることです。はい。というわけで、道路の身近なものでした。バイバイ。